こんにちは、増岡美津子です。今日はですね、冷蔵庫の使い方によって自分の起業がうまくいくというお話をしたいと思います。冷蔵庫というのは言わずと知れた、食料品を冷やして、そして、保存期間を長くするというそういう家電であるということは間違いないと思うんですね。だけどこの冷蔵庫の使い方を先輩から教えてもらったことがあってね、それをしてね、すごい私仕事がすごく順調に回っていき始めたことがあるんです。それはね、皆さんも聞いたことあると思うんですよ。潜在意識と顕在意識のお話です。顕在意識というのは、氷山の一角で、そして、わずか 5% ぐらいしか見えてないもの、そして自分にとっては 95% ぐらいは、全くこう、認知できていないものの意識、無意識、あるいは、潜在意識といいますが、それが、もう自動的にね、自分のものを動かし、自分自身を動かしてくれてたりとか、そういうものが 95% の力を持っているということなんですね。で、その、起業をね、うまくやっていく、あるいは自分の、望みを叶えていくときには、この潜在意識を上手に活用することが大事だというふうに言われていることを聞いたことはきっとあると思うんですね。で、私もそういうことだけは知ってたんだけど、じゃあ具体的にどんなことをしたらいいのっていうことについては全然そのよく分かってなかったんですね。ところがある時ね、すごい必ずうまくいく方法があるんやけど、もう教えてあげるって言われたんですよ。それは京都の先輩の方でした。女性の方ですけどね、その方がね、自分も教えてもらったんだと。で、それはな、もうすっごい簡単なことなんだけど、紙にね、何々が欲しいとか、こうなったらいいなと思うことをね、まず書いてごらんって。で、何々が欲しいとか、こうなったらいいなっていうことを書いたら、普通はこうなったらいいなっていうか、ふわふわってした書き方ですよね。書くこと自体もこうちょっとこうためらうような感じですけれども、こうなったらいいな、こんなものが手に入ったらいいな、こういう状況になったらいいなっていうことを書きます。で、書いたら、そのいいなってなって書いたものをこうなっていると言い切る形に、紙の上でこう化粧まで消してね、書き直しましょうと、で、それで書き直したら、それに日付を入れるように言われるんですね。何年何月にはもうそれが手に入っているというその期日をこう書こうって言われるんですね。で、期日を書くっていうのはこれね、結構ね、いや、だからいつどうすればいいの、何日にすればいいのって、もう全然見当もつかないようなことを、いきなりこうそうやってみたらいいよなんて言われるわけですよ。で、いいやないの、別に紙に書くだけなんだから、別にそれをしたからって別に迷惑かかるわけでもないし、何かも持ってかれたりするわけでもないんだから、だから書いてみたらいいんやないって言われる。で、そこで実際書く人と、そして書かない人、あるいは期日を書く人と書かない人っていうのが出てくるわけですよ。で、私はね、それをこう聞いて、それを書いたら、今度はね、それを冷蔵庫、家の冷蔵庫の扉のところに貼りなはれって言われるんですよ。で、扉のところに貼ってしまうと、少なからずとも小集団の自分の家族は、その冷蔵庫は私じゃなくても開け閉めするわけですから、だから、それみたいな感じじゃないですか。そんな、私以外の胸の中に秘めておくことではなくて、冷蔵庫の扉にあるっていうのは結構こう、なんていうかな、秘密をこう、オープンにしてしまうというか、そんな感じで、ハラハラドキドキなんのね。
だけどそれをねやって毎日毎日ね、それを何度も何度も、自分は何年何月何日にもうそれが手に入ってるっていう風にもうなってるという風に、もうあたかもなってくるかのように頭の中でもう描いて、そしてまあ、とにかくもう描きなさいと。でドアを見るたびにもうそれを描きなさいっていう風に言われるんですよ。で私ね、それをやったから自分は今までに自分がこうなったらいいなと思うものは全部こう手に入れてきたって、こんな風におっしゃるんですよ。で別のその、それをや、試してみた人がね、いや自分はね本当ね、自分の台所の、にはねちょっとしたこう出窓があって、そこの窓の向こう側にはね茶畑があって、バーって隣の、土地が全部茶畑なんだ。で茶畑なんだけど、その茶畑自分のものになったらいいな、この隣の土地が自分の、手に入ったらいいなってふと思ったので、あそうだと思って紙に書いて、そして何月何日って書いて、何年何月何日書いて冷蔵庫の扉に貼ったと。でそれを何度も何度も見る間に茶畑がね手に入ったのよって、だからねやってみるといいわよってこれを言われるんですよ。ね、私はねなんかそれをこう聞いていてね、ほんまかいなと思う反面、でもさ紙に書いて、そしてこうなったらいいなっていうことを紙に書いて、そしてそれをなってますっていうふうに言い切る形に消しゴムで末尾を書き換えて、そして日にちを書いて、そしてそれを冷蔵庫の扉に貼って、そしてそれを見るたんびに自分の願いが叶っているようなイメージを勝手に頭の中で思い浮かべるっていう、もうそれを一日に何度も何度も冷蔵庫の、扉にの前にあるその紙を、見るたびにそれを繰り返すっていうことで、それでもしも願いが叶うんだったら、それちょっともしかして試してみる、こう、なんていうかな、こう、意味というか、それ価値というか、それあるかもしれないなってふと思ったんですよ。それで私は冷蔵庫に貼ってみることにしたんです。で貼ってみたら何が起きたかって言ったら、このお話をしたくなるぐらい冷蔵庫に書いて貼って、そして見るたびにイメージしていたことっていうのがやっぱり手に入ってきたんですよ。なのでね、確かにその冷蔵庫に貼って、そしてそれを見ているだけというわけではないんですよ。実際にそれにつながっていく現実の行動をとっていくっていうことは確かにしてはいくんですよ。だけども、まずはその冷蔵庫に自分の願いを書いて、そしてそれが手に入ったという形に書き換えて、そして日にち、手に入るという日にちを書いて、そしてそれを何度も見ながら、その手に入っているという大喜びしているその情景を自分が何度も何度もこう味わうっていうことを繰り返すことによって、これがこの繰り返していくことっていうのが潜在意識に対してもうそうなっているということをこう送り込んでいき、そしてその潜在意識がそのための、能力というものをまあ、つけてくれるというか、発揮してくれるというか、まあ、それがつくような出来事を、自分が気にかかっていたり、出会いがあったりとかっていうふうになっていくっていうことなんですね。だからただ単にその潜在能力を活用しましょうっていうことは一体どのようなことをするかって言ったら、そういうふうにして自分の願いをどん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 こう何度も何度もあたかもうそれができているかのように、それを思い込ませていくというか、まあ、その作業というか、その練習というか、エクササイズというか、レッスンというか、それをしていくっていうことが、まずまずその潜在意識以上に力を持っている、潜在意識というものを、動かすというか、自分の願いを奏でていくために起動させていく、まあ、そんなことになっているということを初めて知ったんですね。
で実際に試すか試さないかやってみるかやってみないかっていうことが、だって冷蔵庫に貼ってさ何度も何度もそれをやるってちょっと魔法チックじゃないですかっていうか、まあちょっと、うん、まあ通常の行動からするとちょっとか変わった人だなということで、それを信じてやっていくっていうのはちょっとしたまあ勇気というかちょっとしたこう、好奇心大きすぎかもしれないですけどね。でも、うん、そのことをすることによって後々私はいくつもその方法で自分が、うん、こうなりたいということを手に入れていきました。まあ、例えばマンションが買えたこともそうでしたし、それから出版ができたこともそうでした、うん、それから東京に住んでいくっていうこともそうでした、うん、だからね、いろんなところで、自分が願いを、叶えていったっていうのはことあるごとにその方法を使っていたことは事実です。なのでよかったら冷蔵庫はを活用する、ものを冷やすだけではなく冷蔵庫の扉を上手に活用するということをお試ししてみていただいたらいいかなと思います。ということで今日は起業あるいは自分が手に入れたいものを、確実に手に入れていくためには冷蔵庫の使い方に鍵があるというお話でした。以上です。ではではまた。